さんこんにちは、証券ママです。今日は新玉ねぎステーキを作ります。とっても甘くてバター醤油との相性も抜群でとっても美味しいです。ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まず新玉ねぎが1個、今日はねこれちょっと大きめです。それから調味料の方です。醤油が大さじ1、みりんが大さじ1、バターがこれ 15g あります。あと薄力粉が適量に、サラダ油、それからおかかですね。おかかこれ今日 3g 入りのです。これ適量でお好きな量でいいです。あと様子を見てお水をね、少し入れていくかもしれません。材料は以上です。はい。まずね、新玉ねぎをこれをね、輪切りにしてきます。ちょっとね、上と下は切り落としますね。今日はね、結構大きめです。はい。そしたらね、これをね、輪切りにしていくんですが、これね、滑るのでね、気をつけてくださいね。だいたい今日は4等分くらい。厚さ的には1センチぐらいでしょうか。じゃあね、これを4等分の輪切りにしていきます。はい、こんな感じにね、4等分に、そうですね、1センチぐらいでしょうかね、の輪切りにしました。これね、お好きな厚さでいいんですけれども、あまりね、薄いとちょっとこの滑って切りにくいのでね、せいぜい1センチくらいにしてください。はい。そしたらね、もう今日は簡単です。はい。そしたらね、玉ねぎにね、ちょっとこう、剥げてしまったりしますが、薄力粉をね、これね、ちょっとまぶします。そして、それから焼いていきます。これ適量ね、薄力粉を両面に振ります。はい、薄力粉をね、これ両面に振ったので、そしたら焼いていきます。はい、そしてね、このようにちょっとこう玉ねぎはね、剥がれてきちゃうので、もしあれでしたらこうやって爪楊枝でね、ここちょっと止めてください。少しこうやって止めるとね、こればらけないで済むのでね、ちょっとばらけちゃったのはこうやって爪楊枝でね、少し止めて、こんな感じでね、こちらは大丈夫ようですね。そしてこのまま焼けばばらけないで済みます。じゃあね、焼いていきます。はい、それでは大きめのね、4個全部入る大きめのフライパンに、サラダ油をね、そうですね、大さじ1ほど入れます。そして火をつけます。はい、そしたら玉ねぎをねこれ焼いていきますね。そして火を弱火にして蓋をして、そうですね、これ柔らかくなるまでちょっと時間かかると思うんですが、そうですね、5分くらいでしょうかね。こうやって焼いていきます。様子を見ながら玉ねぎが柔らかくなったらひっくり返していきます。じゃあね、焼いていきます。強火で焼かないでくださいね。はい、5分ほどね経過したのでちょっと見てみます。ちょっとねこんな反ってしまったので、こうやってフライ返しでね、こうやってひっくり返してください。もうこんな感じでいいと思います。はいはい、こんな感じでね、ひっくり返したら、もう一度蓋をします。はい。そしてね、このまま全体的に柔らかくなるまで、もう少しね、これね、焼いていきます。はい、それではね、表裏5分ずつぐらい焼きました。弱火でやってください。ちょっとね、この、薄い方はね、ちょっともうこう柔らかくなってます。こうやってね、こう柔らかくなって半透明っぽくなってくれば、もう大丈夫です。そしたらここで一旦火を止めます。そして調味料を入れてきます。跳ねるので火を止めてやってください。
まずね、みりんを大さじ1入れます。醤油も大さじ1入れます。それからバターを今日はね 15g 入れます。はい。そして火をつけます。弱火でやってください。そしてちょっと揺らしながらね、玉ねぎに絡ませます。そしてこれでちょっと濃いようでしたら、ちょっと味を見てみますね。お水をほんのちょっと入れます。はい、小さじ1ぐらいでしょうかね。そして少し火を強めて、これね、少しだけ煮詰めます。薄力粉がまぶしてあるので少しとろみがついてきます。はい、もうこんな感じでいいと思います。ただね、ちょっとお汁をね、ソースを少しこうやってかけます。はい、もうこれで出来上がりです。はい、それではね、このようにね、盛り付けてみました。これね、崩れやすいので、こういったね、フライ返しみたいなものでね、そっと移してください。そしたらね、まだおソースがね残っているので、上からね、おソースをねかけます。このね、おソースがとってもね、バター醤油で美味しいです。そしたらお好みでね、おかかをね、上からかけます。はい、こんな感じで新玉ねぎステーキの出来上がりです。とってもね、美味しそうにできました。新玉ねぎはね、生でも食べられるので、これね、これお好みでトロトロがいい方と、ちょっと固めがいい方とね、今日はその間ぐらいでしょうかね。焼きすぎるとでも焦げやすいのでね、その辺は気をつけて、弱火で蓋をしてじっくり10分ほど焼いてください。はい、それではね、出来上がったのでいただいてみたいと思います。今日はね、これでだいたい2人分です。今日はね、お箸よりこういったね、ナイフとフォークの方が食べやすいと思います。じゃあちょっと切ってみますね。あ、トロトロです。ちょっとね、玉ねぎなのでふにゃっとしてしまうので、まあ、このまま上をもう食べましょうか。はい、じゃあいただきます。うん、ほんとすごく甘いです。そしてこの、とってもこの甘い新玉ねぎとね、このバター醤油がね、とっても相性が良くて美味しいです。今ね、ナイフで切ろうと思ったんですが、ちょっとぐにゅとやはりね、いってしまうので、お箸の方がいいかもしれません。じゃあもう一口いただきます。うん、とっても甘いです。今日はね、ぐじゅぐじゅになるまで焼かないでね、10分くらいで程よい歯ごたえもあって、甘くてとっても美味しいです。うん、今日はね、これね、焼き時間をちょっと気をつけていただくことが大事かなと思います。弱火で蓋をして、表裏 5,6 分ずつね、じっくり焼いてみてください。それからひっくり返す時に、これ剥がれやすいので、フライ返しなどでね、こうそっとね、裏返したりしてください。盛り付ける時も同じようにしてください。それから今日は1センチくらいに切ったんですけれども、結構滑って切りにくかったり、剥がれやすかったりするのでね、もう少し小さい玉ねぎなら2等分くらいで、焼く時間をもう少し長くしたりしてやってみてください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。他にも新玉ねぎを使ったレシピの動画もあるので、よろしければ概要欄に貼っておくので、そちらも合わせてご覧いただけたら嬉しいです。それでは皆様、お元気で、また次の動画でお会いしましょう。
証券ママでした。